こんな感じで浮力発電、まあ、今回の目的はね三角点なんでね、一応場所を確認して、さらに三角点の方向向かっていきたいと思います。さあ改めて車に戻ってきましたけどね、もはや名称のない道路とかになってますからね、もうちょっと先まで降りると三角点とかがある地域点に行くみたいです。よし、場所的には地理的にはここは伊賀市になるらしいですね。見えとるところら辺は多分土のはずですけどね。嘘ついたね、こっから伊賀市なんだ。そうなの、よくわかんねえな。こっちかこっちで、こっから伊賀市みたいな、どういうまあ、ずっと伊賀のちょうど境目がこの青山高原の山頂あたりになってるはずなんで、難しいあたりを走ってるんでしょうね、多分。でこっち側は比較的道が整備されていいそうですね。第6駐車場ってなってるから、ここ単純な駐車場か。あ、待って、お手洗いがあるの？お手洗いがあるの？ありがとう、お手洗い買ってこよう。きりって言いたいところなんですけど、なんとですね、ここで問題が発生しまして、トイレ故障中で使用禁止になっているそうです。なんてこった、この先いくつか設置したところが、駐車場があるらしいんですけど、何個か同じように故障でもう使用中止になってるらしいんで、マジか。それはトイレできるかなと思ったところから無理ですって言われると、えってなりますよね。マジかよ。もうちょっと、一応三角点はもうちょっと行ったところにあるっぽいですね。そうか、そうか。そういうオチか。無事8時着きましたね。5分また伊賀市に入りました。何回伊賀市に入りましたっていうんや、このピーか、ここだけ緑色や。ここ ここが三角点のある、第二駐車場、ふるさと公園第二駐車場、ここが一番三角点に近いらしいです。ここ、あ、ごめん、違うわ。まあ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 、本当にだいぶ三角点があるのは寄ってる場所なんですね。もっと駅寄りに、でも相当派手けど、ここキャンプしてんだ。ああ、朝キャンですね。ああ、確かにこっち来たらいろいろとありますね。ここだ、伊勢湾ビューポイント三角点ってなってますね。これが三角点駐車場。うん、
ここはなんかここあれここもトイレだろうな。まここもトイレが死んでるま。とりあえず何はともあれ着きました。せっかくなんでね、外で三角点見てね、名所案内完全制覇していきましょう。行ってみましょう。残念ながらここのトイレも使用済み。水道管凍結防止のためは、そうか、そういう地域なのか。それで冬季は利用ができなくなるっていうことだし、まあ12月ですか、冬ですもんね。まあこの格好なんでね、何の説得力もないかもしれませんけど、いや普通に別に寒くないんだけどな、風もないしね今日。そうで、ね、三角点はね比較的朝であるらしいです。でここは本日の営業は午後4時から。飲食スペースだったかな、なんか、喫茶店になってるのかながあるということでね。いや、でも、景色はいい。あ、すごい。朝のほら、いいじゃん、朝の光が。まさに、雲の切れ間から、おお、伊勢湾の方面を、日の光が差しているという、いや綺麗じゃないですか、いい家が撮れるじゃないですか。結構おお、なかなかすごいあれですね。でこの上なのかな、現在地からすぐ三角点に行けるみたいです。天あ三角点展望地90メートルということで、三角点は三角点で、中身がいいっていう噂なんでね、楽しみですね。よいしょ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 、体を動かさんと、くねくね山道をくねくねしてましたからね。よいしょ、よいしょよいしょ。小鳥が鳴いてますね。いやー、いいじゃないですか。よいしょ。小鳥もさえずる、素敵な高原で、青山高原で、これが噂の三角点ですね。いやー、収めましたよ。これは二等三角点ということで、三角点は地図の作成をはじめ、さまざまな測量の基準として使用されるほか、地震地などにも重要な役割を果たしているそうです。正確な位置でいうと北緯34度41分、8秒9ということですね。東経が136度16分45秒0ということですね。ここが基準になっているんですね。標高は756メートルということで、6月3日は、測量の日らしいですよ。三重県国土地理院っていうことでね、まあ、間違った情報では絶対ないでしょう。で、いや景色いいな。朝もやがかかっとって、これはこれでめっちゃ綺麗じゃん。おお、すげえ。あ、いいじゃん、めっちゃいいじゃん景色。でこっちはこっちで、でっかいでしょ、でっかい風力発電の施設があって、あの奥に見えてるアンテナは自衛隊ネットかな。すごいですよね。で眺望見晴らしのいいね、ずっ
っと寄ってこれ寄っていくと、この辺りにあるのが青山の町じゃないな、これ白山の町なのかな、位置的には、うん、で、霞になってるんで分かりにくいですけど、あの山の山、ちょっと山に見えますよね、うん、なんか完全に雲海の上みたいになってる、ほんと神秘的だな、いいなね、ですけど、この先に、伊勢湾があるような感じ。要するに、その先にあるのが、通の市街地の方面かな。みたいなところになってくるかなっていうことですね。いやめっちゃ景色いいじゃん。何これ。これはいいものが撮れましたね。いい絵撮れましたね。これサムネイル、この絵ですね。さあ、ということで、三角点の方使おうかな。2枚ね、使ったらいいか。うちの場合は基本的に、1動画につきね、パネル2枚使いますからね、サムネイルに。さあ、ということで、無事、取材も終わりましたからね。さあ、三角点が終わったんで、ちょっと後でスマホを出してみますけど。